明日の通勤の時間帯の天気はいかがでしょうか。はい、冬型の気圧配置が続きますので、日本海側で雪、太平洋側で晴れという状況になりそうです。明日の天気図見ていきますと、明日も西高東低の冬型の気圧配置、むしろ今日よりも冬型強まるという傾向になります。明日の朝の雲の様子を見ていきましても、日本海側は一面に雲が広がりまして、雪や雨の降るところ多くなりそうです。今日は晴れている山陰なども明日はすっきりしない天気、逆に太平洋側は目立った雲がなく、明日は朝から晴れるところが多くなるといった状況です。ただ冷え込みは強まります。明日の朝の気温見ていきますと、西日本、東日本でも内陸部を中心に緑色、氷点下というところ多くなりそうです。今日は昼間日差しが届いて暖かくなっても、明日の朝の通勤通の時間帯はかなり冷え込むということになりますので、防寒が必要ということになります。また太平洋側は晴れるエリアが多いんですけれども、寒気が強まる影響もありまして、東海ですとか近畿、そして関東なども一部にわか雨の心配というのもあります。念のため折りたたみの傘など用意しておくと安心ということになりそうです。はい、明日は仕事始めの方もいらっしゃるかと思います。お仕事頑張ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご活用ください。